はい、それでは今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日はみーちゅーさんは初めて運動会でやる親子競技と個人競技の練習をしたんですが、ちょっと内容はまだ発表できないんですが、すごく初めてにもかかわらずすごい子どもたち楽しそうにやってくれて、今日はちょっと親子競技は保護者の方いないので子ども同士で仲良しさんと一緒にやったんですが、ちょっと親子競技すごく大きなものを使うので子どもたちだけでこうゆらゆらしながらこう一生懸命やってる姿がとても可愛らしくて、感想を聞くとすごく楽しかったっていう声がたくさん聞こえたので、こう本番まで少しまだ練習をして、あの親子競技とか個人競争ですごく楽しそうな姿が見れるのを私もすごく楽しみだなっていうふうに思いました。そしてその個人競争で並び方がちょっといつもと違うので、今日初めてその5列を並びっていうんですが、それをやったんですが、やっぱ2学期ということもあって友達のお顔やお名前も覚えてるので、今日初めてこう順番に男女混合で並んだんですが、1回ですごい覚えられて、もう1回こう並んだ後に、じゃあ1回後ろ戻ってください、はい並んでくださいって言ったらすごいバンって並んでくれて、もう誰も間違えることなくて、その後も帰りの会なんかでも並んだりしたんですが、すごいお友達でここだよとか教えてあげてる姿もあって、すごい年中さんさすがだなと思う楽しい一日となりました。これで今日の私のハッピーポイントを終わりにします。ありがとうございました。